はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆあです。イェイ！はい、ということでですね、今回の企画は、皆さん大好き、ゆあまや、1年半年記念日。はい、ということでですね、皆さん、ちょっと YouTube を久々に撮ってまして、最近ゆあまやの記念日の YouTube がなかなか撮れずに、本当に申し訳ございませんでした。ということで、ちょっとやっと撮る機会ができたので、1個前に上げた動画が多分1年何か2ヶ月3ヶ月の動画で終わってると思うんですけど、今日は半年記念日について話していきたいと思います。まあ毎回毎回の記念日で言ってるんですけど、本当に1年半年ってこんなに早いのかって思うくらい時が経つのが早いなっていう印象がありますね。で、そう、やっぱ YouTube 上げれないことによってたくさんの人が、なんでゆあちゃんだけ上げないの？とか、そう、まやちくんはね、上げてくれてたんですけど、ゆあがちょっとなかなか、本当にもう YouTube との何ヶ月ぶりっていうぐらい撮れてなくて、もちろんその記念日動画だけじゃなく他の YouTube も撮れてなかったんですけど、まあ、それの関係で言われることが増えたんですけど、本当にそれに関してはもう申し訳ございませんでした。撮りたくなかったっていうわけじゃなくて、撮れなかったんです。すいません。いや、もうあげたかったっていう気持ちだけはみんな分かっててくれたら嬉しいなって思います。ほんでですね、まあ久々すぎて何話していいか分からないんですけど、2ヶ月の時に YouTube を撮って時が経ったんですけど、夏は教室のイベントも一緒に参加させてもらったり、プライベートでも遊んだりすることがあって、そう、あの教室のイベント自体、こうゆあまやで出るっていうイベントが私たちめったにないので、2人で一緒にイベントに参加できるっていうのにすごい嬉しくて、こう肉フェスとか教室カフェとか一緒にできてすごいいい思い出になったし、ゆあ単品とかまやちくん単品とかのイベントはそれぞれあるんですけど、二人で同じところに立つっていうイベントが本当にもう珍しくて、ゆあまやのファンに会うっていうのもめったにないことなので、本当に一緒に二人で会えたことがすごい嬉しかったし、やっぱなんかね、ちょっと言ってんかくないけど、カップルのイベントってなんかこんなにちょっとドキドキするんだなみたいな、一人って立つより恥ずかしいなと思いました。慣れてないっていうのもあるし、わかんない、いや、カップルでなんかするってことが本当にあんまりないので、いつもより緊張したし、まあ、私 MC やったんですけど、今日の肉フェスの時にね、ちょっと謎の緊張感が走ってしまい何回か噛むことがあったんですけど、それも周りの人に助けてもらいながら MC も務めさせてもらって、ねえ、なんか謎のね、緊張感が走りましたよね。楽しかったんですけどね。で、この裏では本当に肉フェスっていう肉のね、イベントで、なんか前とくんはですね、楽屋ではね、超絶いじられてましたね。みんなみかん編でね、お肉事件があったじゃないですか。私結構お肉事件、まあ個人的には面白くて好きなんですよ。それをね、ゆいちゃみがね、まやとくんに、みんなの前でこの一発芸じゃないけど、なんかやってほしいとかね、話してて、本当に裏の裏まで楽しくて。まやとくんあんま怒んないからさ、ちょっとなんかね、みんなにいじられながら、いやもう楽しくて。っていうのが肉フェスで、で、京好きカフェは、一緒にね、ファンの方とこの近距離で、ゆあまやがジュースを渡すとか、そういうイベントも初めてだったので、緊張もしたし、逆にね、みんなとこんな近距離で会えることもすごく嬉しかったし、本当にいい思い出だなっていうふうに思います。で、最近は、一緒にディズニーに行きまして、京好きのイベント終わってからなかなかね、会える日がなかなかなくて、本当にみんなからもたくさん言われたんですけど、本当に付き合ってんの？とか、なんか変な噂が回ってしまって、こうみんなのこう偏見がたくさん DM でもらったんですけど、まあ無事会えまして、ディズニーにね、一緒に行って、マイト君が誘ってくれて、なんかね、チケットをもらったらしくて、で、ユアと一緒に行くって言ってくれて、一緒にね、ディズニーの方に行ったんですけど、その日、イベントがね、違うイベントがあって、そのイベントが終わってから合流したんですけど、優しいことに、なんかカチューシャとかも買ってもらって、選んでもらって、まあ、なんかね、カチューシャを買うなら選んでほしいって言ったの。そんなら、なんか、ド派手のピンクのカチューシャを家に持ってきたのね。で、なんか本当にド派手なの、ピンクのね。なんでそれなのって聞いたら、いや、もう、ユアって言ったらこういう感じの色だからって言われたのね。で、なんか、
いいんだけど、あの、今だけ派手なのはちょっと恥ずかしいから、マイト君も派手なのつけてって言って、エメラルドグリーンみたいなカチューシャを選んで、二人でド派手にかまそうって、そのカチューシャをね、買ってくれて、ほんでなんか、そっからね、なんか久々に会って久々がディズニーっていうこの、なんかちょっとさ、こう期間が空くとやっぱり、ちょっと会うのにさ、ちょっとドキドキするやん。やっぱ、これ遠距離の、遠距離やったら分かる人もおるかもしれないですけど、期間が空いたら、なんか会うのってちょっとドキドキっていうか、なんか謎に緊張すんねん。で、ちょっと緊張しながらディズニーの方に向かい、カチューシャも買って、いろんな乗り物に乗りましたね。まあ、ゆわもやといえば、まあ、デブカツのシーの。めっちゃ食べて、いや、まやとくんと毎日行ったらダメだと思う。太っちゃう、本当に。っていうぐらい食べて、もう思いっきり遊んで、って感じですごく楽しめました。やっぱなんかディズニーっていいな。なんかさ、ディズニー行ったら別れる説とかなんか言ってる人いるじゃん。わかんないそれが。何なのそれって感じなんだけど、本当に楽しめて。で、まあ家の近くまで送ってくれて、本当にね、その日余韻に浸って、次の日も余韻に浸って、その次の日まで余韻に浸っちゃって、楽しかったなって感じです。だから、ね、一番嫌なのが本当に会わなかっただけで別れたんじゃないんですかみたいな。ユアラもさ、会いたくても会えないっていう状況だからさ、それをみんなに言われることによってなんか、なんでそう思われるのって思うの。こっちは会いたくても我慢してるのに、なんでみんなにそんなこと言われるのって思いながら、マエト君の方にも多分たくさん DM 言ってると思うんですけど、やめてみんな、会わなかっただけでやめて。もうね、マヤト君もやっぱ学校通いながらとかだから、すごい忙しい中、ね、ユアの一緒にディズニー行ってくれたり、本当に初期に比べると、マヤト君が遊びに誘ってくれるようになって、なんか、誘ってくれないってわけじゃないんだけど、なんか、もともとマヤト君はなんか、誘うのとか苦手だったらしいのね。だけど、なんか誘ってくれるから、嬉しいよねって話。で、なんか、アリエルの映画も見たいって言ってるんですけど、また予定がね、あったりしたらまたいろんなところに行きたいなっていうふうに思います。はい。まあ、ちょっと次は質問コーナーに移ろうかな。はい。じゃあ伊藤さん、なんか聞きたいことありますか？でもなんか、遠距離だからこそなんかそういうのってめっちゃ嬉しいのかなとか、話聞いてたと思って。でも、そう、遠距離って、まあ、なかなか、しかも千葉と大阪まだ遠距離中なんで、本当の遠距離中なんで、近距離だったらもっとたくさん会えたと思うんですけど、やっぱ家も東京に来る時の空いてる時に会うとかだから、なんかこう春休みとか夏休みとかだったらさ、前とかも学校なかったり家も普通に遊びに来たりとかあるんだけど、今この何もない日やん、この学校行く時期の時期やんか、だから本当に遠距離の中で会えなくて、こうファンの子の中でもなんでみたいな思うと思うんですけど、近ければそりゃ会いますよ毎回。けど本当に大阪と千葉って遠いんだよ、みんな分かってくれね。車でも6時間かかるもんね。ちょっと感動したのがあってさ、はい、肉フェスで彼氏と彼女で思ってることを話すみたいな、彼女をやんな。そうそれで結構さ、ね、びっくりしたよもうね。なんで分かんのっていう、あの教室の YouTube を見てもらったら分かるんですけど、なんかあの肉フェスの時に彼女理解をみたいなやつがあるんですよ。まあ要はちょっとね、あのどんな企画の内容をするかみたいなのはちょっとっていうか、彼女理解をするってことは知ってたんですけど、何のお題が来るかマジで分かんなくて、もちろんね、みんな他のカップル、共愛とかもゆいはるも知らなかったんですけど、まやとくんやるやんって思って、本当にいや絶対全部外すだろうなと思ったの。だってさ、こんなもう1年半も半もまだ経ってないけど、もういたらなんか最近ハマってること何とか改めて聞くことがないじゃん。なのに彼は覚えてたの。リアが最近ふと、最近ネットフリ見んのハマってるっていうか、ネットフリ最近見るの好きなんよなみたいな、なんかいいネットフリないみたいな話をしてたの。そしたらちゃんと聞いてて、最近彼女がハマってる言葉みたいなお題があった時にはネットフリックスって書いてたの。ほんならマヤト君もネットフリックスって書いて、謎の感動、やるやんと思って話聞いてくれてるやんって改めて思って、そこは確かに今もちょっと感動しました。好きなひらがな一文字当てるっていうのも、自分の名前がなんかゆうかあなんで、ゆうかあで迷ったんですけど、まあいいや、ゆうから始まるしゆでいいやと思って選んだの。ゆって選んでて、
やっぱ1年半の絆ってあるやんみたいな。マジびっくりした。なんかびっくりしすぎた時って言葉出やんやんか。あ、マジそれほんまにびっくりして、えー、みたいな。基本全部当たってて、なんか家が一番幸せに感じる時は何とか、いや結構ご飯食べることが好きだからご飯食べる時が一番幸せみたいなこと書いたら、前とかも書いとって、えー、みたいな。やるよな。確かにそれは本当に、いやもう感動しました。もういいわ、のろけは。もうのろけはいい。なんか今、のろける、のろけるのちょっと苦手なんで、まあ、この辺でのろけは終わりたいと思います。え、でもマジで、びっくりしたんだ、普通に。ね、伊藤さんですよね、ついてきてくれた。そうそう、はい。てな感じで、ちょっとまだね、日にち的にはまだ半年迎えてないんですけども、あとちょっとということで、多分ね、本当に5ヶ月の時もそうだったんですけども、毎回ね、たくさんの応援してくれてる方が、コメント寄せてくれたり、本当に毎回の記念日が本当にみんなで盛り上げてくれるので嬉しく本当に思ってます。ありがとうございます。ということでですね、ぜひ変な噂は信じず、たとえもし別れるっていう選択を選んだとしても絶対報告とかするので考えてないですけど今の時点では。なので本当に変な噂は信じないように私たちだけ信じてもらえたらなって思います。ということで今日はゆらまや記念日報告でした。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Oh my god、 その前にチャンネル登録、高評価、コメント、動画拡散もよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーのがさん、はい、バイバーイ、バイバーイ。